紹介というか、そう、もろもろはちょっと話しながら、もう今視聴者の方が待ってるので、ちょっともう、そうっすよね、オンザフライで、いえいえ全然大丈夫です、させていただければと思います。ちょっと待ってくださいね、今、若干時間差がありまして、はい、あ、なってますね。じゃあすいません、本日よろしくお願いします。いきなりですけど、最初にじゃあもうちょっと、プレゼンを多分映しながらやってった方が、分かりやすいのかなと思うので、こちらで、進めたいと思います。これ見えてますかね、大丈夫そうですか。プレゼンって見えてます。ちょっとごめんなさい、渡辺さん、ミュートになってます。ミュートしました、すいません。はい、見えてます。あ、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、よいしょ。すいません、ちょっとバタついちゃいまして。あ、いえ大丈夫です、全然こちらの方がバタついちゃってるし。え、いえ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 、これで大丈夫かな。はい、じゃあちょっと準備が整ったので、進めていければいいかなと思ってます。今日ですね、おそらく視聴者数としては最も多い形で、渡辺さんにめちゃくちゃこう注目が、はい、集まっているんだなっていう、感じで思っていますので、すごい、僕個人的にも楽しみにしていますし、多分視聴者の方も楽しみにしているかなと思っているので、はい、本日はどうぞよろしくお願いします。それではちょっと時間も、はい、過ぎていますので、早速始めていきたいと思います。まず、もろもろちょっとご紹介だけさせてください。視聴者の皆様、はい、本日はコインベースコミュニティイベント Web3.0、Web3.0 に、ご参加いただきましてありがとうございます。本日の司会担当させていただきます、キム・ヘガンと申します。コインベースジャパンでは事業戦略、マーケティング、コミュニティなどを担当させていただいております。本日はですね、タイトル通り Web3.03とよく言われるんですけど、 Web3.0 で、何が作れるのか、こうどういう未来が待っているのかっていう話を、渡辺さんとしていきたいと思いますので、ぜひ、楽しみにしてください。それでは早速、スピーカーのご紹介をさせていただきます。本日お越しいただいているのは渡辺壮太さんです。日本初の、パブリックブロックチェーンアサネットワーク市電ネットワークのファウンダー、日本ブロックチェーン協会理事、 Web3.0、 Web3 の Web3 の実現に向けブロックチェーン同士の総合運用性の問題に着手している、ツイッターはソータアンダースコア Web3、もしくは渡辺ソータさんで検索してみてください、はい、本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。でですね、これちょっとまだ話さないといけないことがあるんですけど、まあ留意事項としてから、はい、ごめんなさい、ちょっとね、会社的にあれなんで、このイベントでお話しする内容はいかなる表現も投資を助言推奨するものではなく、情報提供を目的としています。コインベース関連サービスを含む利用による不利益については一切責任を負えないことをご了承ください。はい、じゃあ、早速なんですけども、始めていこうかなと思います。まずですね、アイスブレーカー的に、あ、ごめんなさい、これちょっと入ってないな、入ってませんでしたね、これで入るはずです。あ、はい、ごめんなさい、今ちょっと声だけが入ったようなので、調整をし直しました。すいませんね、ちょっとなんかバタバタして今日。まずですね、渡辺さんとこうクリプトの出会い、クリプトというとまあ暗号資産とか仮想通貨なんですけど、どういう、形でこの、まあ、アスターだったりとか今プロジェクトをリードしている形になりますけども、こう経緯で始まったのかっていうところをちょっとお話ししていただければと思っておりまして、いろいろちょっとスライドを準備していただいたんですけど、まあ、楽しそうな写真がいろいろあってこれどういう経緯かっていうところを、はい、教えてもらえますでしょうかね。
もともとですね、大学に入ってから、その前にもいろいろストーリーがあるんですけど、もともと東京大学に入りたかったんですけども、現役の時と浪人で2回落ちまして、そんなに頭が良くないんですね、僕は。で、浪人の時の方が前の現役の時よりなぜかその点数落ちたんですよ。そういうことがあって、で大学に入った時にやっぱりその自分が何をやりたいのかっていうところを非常に真剣に悩みまして、で、やっぱり自分が何をするのかっていうのを今後の人生決めるときに、まず世界を見てみようということで、インドとかロシアとか中国とかですかね、左がインド、上がそのインドの中の列車、こんな感じなんですけど。で、下中国、右上もインドで一緒に働いてきたし、下側がロシアとかですね、みたいなところで海外インターンをしてました。結構 NPO 系なんで、そんなに例えばブロックチェーンがとか AI がとかではなくて、スキルが求められるようなものではなかったんですけれども、この時に見た当時のその例えばインドであったら貧困であったりとか、中国で言ったら大気汚染の問題とか、ロシアで言ったらその社会主義国的な、なんていうんですかね、問題だとかを実際に知識として知るだけじゃなくて、実際に肌で感じてみるっていうことをかなりしてきました。で、ちょっと次のページ行っていただいて、で、その後日本で NPO 系の活動をしてたんですけれども、2016年くらいに、後半ですね、ワイヤードのブロックチェーンは世界を変えるっていう本が出版されてたのを、たまたまこれいいよって当時の上司に言われて、見た時にすごいびっくりして、で今後、社会に世の中にいっぱい問題点がありますけれども、そのブロックチェーンみたいな分散技術を通してより多くの人に対してフェアで透明性が高くて、何でしょう、よりその末端にいる人たち、当時そのインドとか、ロシアとか中国で見てきた人たちを、エンパワーできるだろうというようなところが、非常に刺さり、ブロックチェーンに入りました。で、この本の中に僕はクリプトアナキストっていう、このアラゴンのファウンダー、アラゴンっていうプロジェクトのファウンダーのルイスっていう人が出てたんですけど、当時同じ年だったんですね。これ覚えてます？彼も1995年生まれで、で同じ年で、同じ年でこんなことやってるのかっていうのすごいびっくりして、でこの領域に僕もちょっとやってみたいなというふうに思ったのがきっかけですね。でその後どうせブロックチェーン学ぶんだったら本場のサンフランシスコとかシリコンバレーに行こうということで現地に行って、現地の会社に就職をしました。でその後日本に帰ってきて、東京大学の大学院のブロックチェーンの研究にやらせていただいたりとか、会社自体を創業をして、今はそのポルカドットって言われる異なるブロックチェーンをつなぐようなブロックチェーンの領域にいます。なるほどなるほど、いやありがとうございます。非常に面白い、バックグラウンドというか、なんかかなり破天荒っていうんですかね、非常にいろいろ経験されていてから楽しく聞かせました。で次にですね、今日のメインテーマである Web3 についてちょっとお話をしていこうと思います。で、いろいろ定義とかあったりとか、なんていうんですかね、多分見方がいろいろあると思うんですね。で、その AI 的な見方もそうですし、あと多分そのクリプトだったりこっち側のその業界にいるとこうブロックチェーン的な見方みたいなっていうのいろいろあると思うんですけど、これはあくまでも渡辺さんのこう定義付けというか考えでちょっとお話をしていただければと思うんですけども、まずちょっとこのスライドに移行しようと思います。こちらどういう形で進化をしているのかっていうところを見て簡単に見て取れるものかなと思うんですけど、こちらコメントだったりとかありますでしょうか？はい、もちろんです。もともと今これ聞こえてますよね？聞こえてます。はい、よかったです。ちょっとエアポッドを外しました。もともと Web3 っていうからには、Web1 と Web2 が、あるわけですけれども、当時そのインターネットとかが1950年後半とかから根本的な基礎技術、暗号の部分だったり通信の技術っていうのが発展をし始めて、1990年代くらいに、いわゆる Web1 って言われるものができました。
で当時はまあ、Yahoo とか Google の本当に初期とかハイパーリンクって言われるティム・ワーダーズ・リーさんが作ったやつですね。クリックをすれば違うページに飛んで、クリックすれば違うページに飛んで、で主にそれって読むためだけに、できたウェブだったんですね。で、その通信領域がこう増えたりとか、まあ、企業のサーバーがより商用的にこう、まあ、例えば Google のサーバーがどっかにこう世界中にいろんなところにあったりとか、Microsoft のサーバーがあったりとか、そういうビジネスが成り立ってくることによって、ウェブが今度インタラクティブになりました。今 Facebook とか Twitter 見てると、この読むだけじゃなくて書き込むこともできるじゃないですか、はい、でそういった意味でこの双方向性を獲得したのが Web 2.0 ポイントですね。でただやっぱりいろんな問題っていうのが出てきて、例えばデータを今この Google とかいろんな会社がセントライズに管理してるので、それによっていろんなことが便利になったと思うんです。ただそれによって例えばデータがすごい流出しちゃったりとか、そのエンドユーザーにプライバシーがなかったりとか、例えば Facebook とかでどれをコンテンツを見てどれをクリックしてて、どれを誰とつながってるかみたいなのって Facebook の多分重要な指標の一個だと思うんですよね。だから毎日24時間 Facebook で過ごしてたら、自分が自分のこと知ってるよりも Facebook が自分のこと知ってるみたいなことになるわけですね。でそういった点でプライバシーとかが今 Web2 の領域にはないと。で当時 Web1 の人たちって本当にピアトゥーピアで人々を多分エンパワーメントするようなウェブっていうものを作りたかったと思うんです。ただこの Web2.0 のところで人々じゃなくて今は大企業をエンパワーメントするようなウェブっていうのが今だと思います。例えば、まあ、Facebook とか使ってても Facebook さん目の敵にされることがすごいなもう今メタになっちゃいましたもんねあ、メタになっちゃいました。なんでしょう、そうですね、まあ、いやちょっと待ちます。で Web3 の領域になると人と人がよりピアトゥーピアにつながってメッセージのやり取りができるとか、データの所有権を自分がコントロールするとか、なんでこれが可能になるかっていうと、自分とそのプログラムが直接インターメディアリーなしでつながることができるのがすごい重要な機能ですね。例えばスマートコントラクトとかなんか触ったことがある人、DApps 触ったことがある人いる多いと思うんですけど、まだ少ないかもしれないんですけども、実際にメタマスク入れてこう使ってみると、僕のメタマスクから直接スマートコントラクトを叩いてるんですね。そう、ここに間に会社が存在してないと。でなので自分が何に対して何を払ってて何を受け取っていて、まあ、何を失っているのかみたいなのが検証可能であると。その点でこの Web3 っていうのはリーダブルウェブ、ライダブルウェブプラスベリファイラブルウェブ、まあ、検証可能なウェブというふうに言われます。であとトラストとかトラストレスとかトラストフリーとかもよく言われるんですけども、まあ、ここはちょっと後々そうですね、お話ししようかなと思ってます。はい、次に、まあ、これはインターネットのユーザー数と Web3 というか、まあ、ウォレットのユーザー数がほぼほぼ似通ってるよねっていうようなそうですねチャートだと思うんですけど、はい。でインターネットでも今もうできてからかなり長い時間経ってるんで、この生活の中で当たり前のように使っています。クリプトまだできて13年とかだと思います。そのブロックチェーンっていうものが、まあ、ビットコインが生まれてからですね。でその中でユーザー数はこう確実に伸びてきていて、世の中を確実に変えつつあると。でこれが10年とか20年したら、今インターネットみんな当たり前に使ってるように、クリプトとかブロックチェーンっていうのを当たり前に使ってる世界線が多分来るだろうなというふうに思ってます。なんかでこれ見ていただいたように、はい、めちゃくちゃアーリーステージなんでめっちゃチャンスなんですよ。うんうんうん、これなんか渡辺さんの中でこうティッピングポイントというか、こう普通のこう一般の人が、はい、使われるようになるために今のところ、はい、どういうものが必要かとかって考えあります？それで言うと2個あって、1つ目が相互運用性ですね、うん、ブロックチェーン同士がまずつながる必要があるっていうのが1つと、でもう1つ目が、まあ、便利さ、まあ、つまり安さと速さの問題だというふうに思っています。例えばイーサリアムが今一番使われているブロックチェーンですけれども、やっぱり高いと。1トランザクションとかするのに40ドルくらいとか、1、
スマートコントラクトをデプロイするのに、まあ、2万円とか3万円とかするんで、やっぱりまあ高いと。で、ここがレイヤー2とか、まあ、サイドチェーンとかいろんなチェーン、ソリューションが出てくることによって、まあ、数ドルとかまで下がるようになると、やっぱり世の中の人たちがもっと使うんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、インターネットも多分同じだと思うんですよ。インターネットもすごい高いし、その今僕ニューヨークにいるんですけど、日本からニューヨークに通信しようと思ったら、それこそ多分数日とか、まあ、数十時間かかったと思うんですね。で、これが今こうリアルタイムでコミュニケーションできるようになってるようなのと同じで、この安さとか速さとか便利さみたいなのがまず一つと。で、相互運用性っていった面ではインターネットも同じなんですけど、昔大学ごとにネットワークとか企業ごとにネットワークがあったと思うんですね。で、それが今こう繋がってるんで、多分コインベースさんの社内ネットワークみたいなものと、今このニューヨークのホテルのネットワークみたいなものがこう繋がってると、これ相互運用性だと思うんですね。で、ブロックチェーンも今ビットコインとイーサリアムとかポルカドットとか繋がってないんで、これが繋がるようになるっていうのが、まあ、2022年23年とかの非常に重要なポイント、うん、で、ここが解決すればかなりマスアダプションに近づくと思います。なるほど。次が、まあ、これどちらかというと、なんかミッシングピースというか、はい、インターネットで今までまあ価値の転送ができなかったっていう、まあ、そのインターネットができたのは情報の、はい、やり取りっていうので、まあ、TCPIP から FTP、SMTP だったりとかいろいろあったところでビットコインが入ったことによって、まあ、価値あるっていうところをこうデジタルで表現できて、はい、できるようになったっていう図ですよね。はい、おっしゃる通りです。なるほど。で、あとそのよくインターネット対ブロックチェーンみたいな捉えられ方をすることが多いんですね。まあ、すごい極端な質問だと、ブロックチェーンはインターネットを置き換えますかみたいな。はいはいはい。それって結構ナンセンスだと思っていて、うん、そのブロックチェーンっていうもの自体が、まあ、ビットコインみたいなもの自体がインターネットの今までのミッシングピースの中の一つですと、そうですね、いうような、考え方が多分正しいというふうに思っていて、例えばミルトン・フリードマンっていう、はい、多分経済学者だと思うんですけど、そうですね、はい、1999年に言ってたのが、現在存在しないけれどもしばらくして開発されるだろうのが、まあ、e キャッシュだと。インターネット上で A さんと B さんがお互いを知らなくてもこの価値を送信できるプロトコルが近いうちにできるに違いないみたいなこと言ってて、まあ、インターネットの中のミッシングピースの一つがビットコインという形で現れたと。なのでインターネットをより便利にして、インターネットのオーバーレイとして、オーバーレイネットワークとして作られるものだというのが正しい理解なんじゃないかなというふうに思ってます。なるほど。いや、ミルトン・フリードマンすごいですね。すごいですね。1990年。次に、はい、A16Z という、はい、まあ、情報開示までなんですけど、コインベースの、まあ、投資家でも、あったりとかで、そこで、クリプトの有名な、クリス・ディクソンという、まあ、ジェネラルパートナーがのっていう方のコメントですね。はい、はい、これちょっと意訳させていただいたんですけど、はいはいはい、イノベーションっていうのはその最初のユースケース、ブロックチェーンだとビットコインですよね、ではなく、そのユースケースのそのユースケース自体を可能にする本質的な技術革新の周辺で起こるみたいなことを言っていて、じゃあビットコインっていうのは価値の通信を、よりトラストレス、トラストフリーにやってるわけですけれども、じゃあそれを可能にしている技術革新ってどこなのか、それがブロックチェーンで初めて可能になったものは何なのかみたいなのが次のスライドです。はいはいはい、はい、あ、ここも言っちゃっていいですか。はい、じゃあビットコインが初めて可能にしたもの、今までできてなくて初めて可能にしたもの何かっていうふうに考えたときに、ブロックチェーンって高いし遅いし不便だと、うん、もうこれ間違いないと思うんですね。そうですね。下手に企業さんが POC ブロックチェーンで何かを企業サーバーをリプレイスしようみたいになったときに、いや全然多分やんない方がいいんですよ。企業のサーバーの方が全然パフォーマンス高いんですよ。あ、そうですね。ただこれまでの技術じゃなくてブロックチェーンだから可能にしたのが、その経済活動におけるこの信頼のあり方、つまり経済活動っていうこの行う中で、まあ、何かを信頼してるからこう経済活動ができると思うね。例えばコインベースさんとお仕事するときに、例えばですけど、多分弁護士とか裁判所とか契約書とか、まあ、そういうものをお互いにトラストしてるからビジネスがこうできるじゃないですか。これ多分全てほとんど全てそうだと思うんですね、今のリアルの世界って、はい、こういう信頼のあり方自体を置き換えてる技術だというふうに思ってます。なるほどなるほど。
はい、この多分この辺りは、あ、ごめんなさい、ちょっと挟んじゃって、はい、あの後ほど話す DAO とかの方に、はい、関係してくるのかなと思うので、また深掘りさせてください、はい、そうですね、この図自体は5年くらい前に自分で作ったんですけど、あ、そうなんですね、ビットコインの論文って9ページくらいなんですね、はい、あの正確に覚えてれば、はい、でそんなに長い文章じゃないんで、そのペーパーの中にどの単語がどれくらい出てくるかみたいなものを分析したんですね。でそうするとあのトランザクションっていう言葉が一番まあ出てくるんですけど、でブロックチェーンって言われるんで、ブロックとかチェーンとかハッシュがいっぱい出てくるんですよ。モードとか当たり前じゃないですか。でもそのトラステッドとかトラストとかオネストとか結構トラスト系の言葉が多いんですね。28回くらい出てきて、でこのビットコインの論文自体がその価値の通信を可能にしている、価値のインターネットを可能にしているビットコインっていうもの、 e キャッシュを可能にしているものなんですけど、本質はトランザクション、取引と信頼のあり方を置き換えるような技術だというふうに個人的には思ってます。なるほど。いやこれあの、はい、こういう分析してるのは僕初めて見て、すごい面白いなと思いました。あ、はい、あのまあ、何回もやっぱブロックテーパー見ましたけど、そのいろんな見方がやっぱりあるじゃないですか。その中、例えばその e キャッシュって書いてるから、あのトランザクションをよりすべきだっていう形でスケーラビリティにいった人たちもいますし、あの、まあ、信頼 の、 そのストアバリューとしてからやるべきだっていう人たちもいるし、でただこういうあの見方はすごいあの新鮮ですごい楽しく思いました。次のページに行きます。ありがとうございます。これあの未だに覚えてて、当時僕シリコンバレーで留学をしていて、はい、そのカルトレインっていうすごいでかい、はい、あのまあ懐かしい電車があるんです。そこで、はい、あの Wi-Fi つなげながら分析をしていて、本当にあのこれかみたいな感じでした。はい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 、はい、でそうですね、あの信頼のあり方って結構難しいと思うんですけど、なんで難しいかっていうと簡単で、人々は誰もその意識してないからですね、うん、意識してないけど取引で信頼がない取引ってありえないと思うんですね、うん、で今まではその Web2 とか今のリアルの世界ではこのピアトゥーピアでつながるときに、この真ん中に Google がいるからとか、あの裁判所があるからとか、まあ、国家がいるからとか、このインターメディアリーがいるから、ここをトラストしてあの知らない人たち同士がコラボレーションをするっていうのが今までだったと思うんですけれども、これからは人と人がピアトゥーピアでつながってビジネスとかができるようになると。なぜかというと、ブロックチェーンっていうそれ自体を、プロトコル自体をトラストすることができるから。これそうですね、例えばコインを、はい、あのネパールの人にアドレスさえ分かれば、そこに僕から送れると思うんですね、そのネパール人を知らなくても、はい、でそれがなんでできるかっていうと、ビットコインプロトコル自体があの数千数万の人たちによってメンテナンスされていて、このメンテナンスされてるビットコインプロトコル自体を僕が信用できるから、僕がトランザクションを送った時にビットコインが期待した通りにそのトランザクションをそのネパールの人に送るだろうということをトラストできるから、あの今後こうピアトゥーピアの取引みたいなのが成り立ってくるんだろうなというふうに思ってます。なるほど、なるほど。このちょっと、はい、視聴者の方用に簡単に、まあ、IPFS、 これまあファイル の、 その分散化の仕組みと、あと、まあ、libp2p は、p2p の仕組みなんですけども、このあたりってコメントとかあの見てるところとかあります？なんか渡辺さんの方で。そうですね、 IPFS とかに関しては結構見ていて、うん、あの IPFS はブロックチェーンではないので、うん、なんかより多くの、機械、使われる機械みたいなのがあるんじゃないかなというふうに思っていて、で実際に画像とか保存してみると結構感動しますね。あ、例えば面白い方法なんですけど、あの今までロケーションベースのデータサーバーがこう世界中にあるんですね、はい、でそうすると僕のデータ、まあ、何でもいいんですけど、写真が Google のフォトあるじゃないですか。あれで僕のフォトが仮にあのカリフォルニアで保存されてました、はい、で僕が日本にいますみたいになったら、日本からそのカリフォルニアのデータを取りに行って、そのデータを返してもらうってことをやってるんですね。これがあのいわゆる、あの HTTPS ですけれども、はい、あのこう YouTube で検索したら、この左あの上のウェブの上のと HTTPS www.youtube.com って出てくるじゃないですか、はい、
あれがいわゆる HTTP で、その YouTube のコンテンツがどっかに登録されてて、それを僕が取りに行って、そのリクエストに対して返してもらってるのが HTTP プロトコルなんですね。で、IPFS は面白くて、ロケーションベースではなくて、分散的に管理されてるんで、あらゆるところに保存されてるんですね。で、なので、近くのところに取りに行けば、その期待されてるデータが返ってくる、みたいなことができると。で、これって、将来的に、宇宙の通信システムとかで結構 IPFS って相性いいだろうなと思ってて、ロケーションベースだったら、火星に例えば人がいて、地球のコンテンツ取りに行くときに、こう行ってこう落とすのに多分数日かかるんですよ。ただ IPFS を衛星で能動を立てとけば、近くの衛星に取りに行けば帰ってくるね。ことができるようになるんで、まあ、今後重要になってくるかなと。いや、面白いですね。なんか、まあ、スケーラビリティでいろいろ、そういう地理的な部分もありますし、面白いなと思ってるのは個人的に、IPFS は一回上げると、その変更がないというか、で、なので NFT とすごい、はい、まあ、相性がよく、ね、まあ、どんどんそのデジタルアートだったりとかも上がっているので、このあたりは、なんていうんですかね、こうコンセプトだけじゃなくて、テクノロジー自体も、新しく生まれ変わってるなっていうのが分かって、非常に面白いかなと思います。はい、次に行きます。ここまで今Web3 とは何かっていうところをちょっとお話ししたと思うんですけど、じゃあ具体的な、まあ、プロジェクトとして、Web3 で今、渡辺さんの方で注目されている、まあ、UI UX だったりとか体験、新しい体験ですね。であと、まあ、プロジェクトっていうところをちょっと具体的に紹介していただこうと思います。はい、まあ、次ですね。それで言うと自分たちがそこをやってるからっていうのはあるんですけど、ポルカドットっていうブロックチェーンを非常に注目しています。で、今時価総額で言うと世界で多分8位とか、まあ、そこら辺くらいなんですけれども、すでに4兆円5兆円くらいの、ネットワークバリューがあります。で、もともとイーサリアムの CTO だった初代の CTO コファウンダーですね、ギャビン・ウッドっていうすごい人がいるんですけれども、その人が、作り始めたのがポルカドットっていうものですね。で、どういうプロジェクトかっていうと、インターネット今つながってるけど、ブロックチェーンでつながってないんですね。で、この異なるブロックチェーンを、このポルカドットを経由してつなげようっていうプロジェクトです。なので、相互運用性の問題を解決するようなプロジェクトの一つがポルカドットですね。なるほど。これ多分具体的に、お話を、おそらく、まあ、多分アスターと絡めてしていただければと思うんですけど、はい、次のちょっとページに行くと、はい、このようなまあ多分概念図っていうんですかね、であって、はい、確かポルカドットの場合は最近クサワとかと一緒にもうインターオペラビリティ担保するみたいなっていうところ発表してましたけど、はい、ポルカドット自体もインターオペラビリティを持って、まあ、相互互換っていうんですかね、ブロックチェーンまたいでからできますよっていう方向に今いってると思うんですけど、はい、この図、アスターの立ち位置とあとどういう、こう仕組みで、まあ、この図、まあ、今見るだけだと、まあ、コスモス、BSC、ICP、ソラーナ、アバランチェ、イサリアムみたいな、これ全部こうくっつけてるように見えるんですけど、これを実現してるのかっていうところをちょっと、まあ、多分今日一番面白いところだと思うので、じっくり時間取ってもらっていいので渡辺さんに説明していただければと思うんですけど。なるほど、そうしたらもうちょっと書いておくべきでした。いや大丈夫です。明日宣伝をさせていただくと、もともとプラズムって名前だったんですけど、アスターになりました。はい、で、ポルカドットが異なるブロックチェーンをこうつなげるんですけれども、この右上にポルカドットがあるんですけど、この先にもいろんなブロックチェーンがこう伸びてて、そこにポルカドットにつながっているブロックチェーン自体と、このアスター自体も、インターオペラビリティがあります。相互運用性があります。で、何個かポルカドットの、まあ、問題点というか我々にとってはオポチュニティがあって、うん、一つ目がポルカドットの上ってスマートコントラクトサポートしてないんですね、うん、で今回そのちょっと視聴者の方がどれくらいテックな言ってよりか分かんないんですけど、ポルカドットがスマートコントラクトサポートしてないので、その誰もポルカドットの上ではアプリケーションを作ることはできない、うん、で、ポルカドット自体はこの異なるブロックチェーンのインターオペラビリティとこのセキュリティの提供というものにフォーカスをしています。で、そうするとこのポルカドットにつながっているブロックチェーン上でアプリケーションをサポートする必要がある。
でそこで出てくるのがこのアスターネットワークっていうものですね、うん、でアスターネットワークはスマートコントラクトをサポートしているのでこの上に、アプリケーションを作ることができます。でなんでじゃあいろいろこうスマートコントラクトサポートしているネットワークって、ポルカドットの中にもありますしポルカドットの外にもイーサリアムとかありますし、なんでじゃあアスター選ぶのかっていうとベーシックインカムっていう機能がありまして、で開発者っていうのが実際に価値をクリエイトするわけなのでブロックチェーンのエコシステムの中で最も貴重なヒューマンリソースだと思ってます。でただ開発者が今多分ブロックチェーンのエコシステムの中で一番お金を払ってるんですね一番コストをガスとかねはい、もうめちゃくちゃですもんね、はい、これって矛盾してますよねっていうなるほど、まあ、我々がアプローチしたい問題 で、うんうん、でブロックチェーンってインセンティブ設計が全てなんですよ。そうですね。だけどデベロッパーに関対してのインセンティブ設計ってバグってるよねっていうのが我々の今の見解 で、うんうん、でアスターの上で開発をすることによってこのブロック生成報酬からベーシックインカムがそのプロジェクトの、貢献度によって支払われるっていうような仕組みを取ってます。なるほど。ちょっと難しいんですけど。あ、面白いですね。でも例えば仮に言うと先週くらいからこの機能をサポートしていて2週間前ですね。お、先週だけであるその中国系のプロジェクトがだいたい500万円稼いだんですよ。はい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 。開発をこう我々の上でやってるだけで。おお、面白い。これ例えば違うチーム、違う L1 とか違うポルカドットに接続しているチェーンでやるとこの売り上げゼロなんですよ。そうですね。だからこれはあれですよね、はい、だから他のチェーンで提供しているそのグラントとかとは全く違って別です、ね、ブロックチェーンレベルですでにもうグラントが発行されているから、はい、開発すれば自動的に、チャリンチャリン溜まっていくよっていうイメージですよね。おお、すげえ。ほう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 。面白い。グラントってチーム その初期配分からある程度まあ 10% か 20% とかって出すんで、はい、数的にリミッテッドなんですよねつまりじゃあ100年後じゃそのグラントありますかって多分ないんですよ、使い切るんで、はい、で我々の場合はこのブロック生成報酬から配られるのですごいディセントライズかつサステナブルな自動的なグラントシステムですね。これブロックが放り続ける限り、はいはいはい、開発者に資金は提供されます。これって例えばまあ僕が開発者になった時に、アスターでじゃあ開発したいってなって、はい、どうやってそこ そのチームに、まあ、アスターネットワークにコントリビューションしたかっていうところはどうやってジャッジされるんですか、ね、はい、どうやまあ、つまりどうやってそのブロックが、ディストリビュートされるかっていうところがちょっと聞きたいんですけど、はい、それで言うと今いわゆるミニマムバリエブルプロダクトって言って、はい、最低限動くものなんですけれども、このバージョン1は人々が DApps にステーキングすることができるんですね、はい、例えばキムさんがイーサリアム持ってたらユニスワップにイーサリアムをステーキングできるみたいな。そうですね。でそのステーキング量に応じてトークンがベーシックインカムとして分配されます。ああ、そういうことか。でこれが今ですね、はい、で将来的にはもうちょっとディセントライズな形でやりたくて、うんうん、アクティブなトランザクション数とかアクティブな、アドレスとかに従ってトークンが分配されるような仕組みっていうものを今作ってます、うん、面白いですね。なるほど。ただそれをやるためには、はい、オンチェーンのデータを、まあ、インデックスするようなサービス、まあ、いわゆるそのウェブでいう Google みたいなサービスが必要なので、はい、そこをまず作るのが我々のエコシステムで作ってもらうのが第一ステップですね。なるほど、なるほど、ありがとうございます。で、次に、インターオペラビリティの話なんですけど、ここで言うその、まあ、先ほどのポルカドットがスマコンできないからアスターでできるようになりますよっていうところは非常にメイクセンスというかずっとくるんですけど、はい、逆にそのなんかクロスチェーンで、まあ、BSC にもコスモスにもイーサーにも、ソラーナにもつながってるよっていうところがちょっと、もうちょっとこう深掘りして聞ければなと思う、はいんですけど、この図の、はい、下左下の部分どういうことかなって思っていて、はい、ポルカドットって異なるブロックチェーンをつなげるブロックチェーンだと思われてるんですけど、ポルカドットがつなげるのはサブストレートっていうフレームワークで作られたブロックチェーンだけなんですね、うんうん、で例えばサブストレートっていうウェブでいうそのワードプレスみたいなもので、
みんなこのワードプレスでこうホームページ自分で作れるじゃないですか、はい、自分から一から作らずに。でこのワードプレスで作られたウェブとワードプレスで作られたウェブしかポルカドットはつなげないみたいな感じですね、うん、今ちょっとウェブとブロックチェーンがごちゃになってるんですけど、はい、ポルカドットはこのサブストレートっていうフレームワークで作られたブロックチェーンしかつなげないと、うん、でイーサリアムもサブストレートで作られてないし、コスモスもサブストレートじゃないし、バイナンスマーチェーンもサブストレートじゃないんですね。でそれをつなぐためには緩衝材としてサブストレートで作られたチェーンが必要 で、はい、で我々のチェーンってサブストレートで作られてるので、我々のチェーンが緩衝材になることによって異なるブロックチェーンとのブリッジをすると、はいはいはい、でこれができると将来的にどういう面白いことができるかっていうと、今って DeFi とか NFT とかいろいろありますけど、基本的にそのイーサリアムの上とかバイナンスマーチェーンの上だけなんですね。でそうするとそのイーサリアムの上で発行された NFT 同士の交換とか、イーサリアムの上で発行されたトークンだけの交換とかになってると。でこれこういろんなチェーンつなげると、例えばビットコインでイーサリアムの NFT が買えますとか、あの取引所を使わなくて買えますとか、イーサリアムのトークンを ERC20 トークンって言われるものをディフィニティトークンとスワッピングしますとか、うんうん、そういう新しいユースケースが今後いっぱい出てくるんじゃないかなというふうに思います。今の状況だと、まあBTC をラップしてからイーサリアム上でやり取りしてますけど、それを、ブリッジかけていろんなチェーンで、はい、まあ、今多分 L2 同士 の、 そのホッピングだったりとかブリッジっていうところがめちゃくちゃ盛り上がってますけど、なんかその一部というかっていうフレーミングをしちゃって大丈夫ですかね、はい、そうですね。なるほどなるほど。いや、あの現実世界で例えて言うと、はい、例えばこうアメリカに来た時にあのビザカードとかああいうカードがなかったら、日本円を US ドルにして US ドルっていう経済圏の中では US ドル使わざるを得ないんですよね、はい、そこ日本円の決済できないじゃないですか、うんうんうん、でもあのクレジットカードみたいなのがあると、なんかクレジットカードで支払うと日本円の口座から引き下ろされてるみたいな感じで、この違う日本っていうエコシステムと US っていうエコシステムがこう決済っていうのに繋がれると。いや、めちゃくちゃ今分かりやすい、まあ、イメージとしてはそういうものを作ってます、ね、はい、ありがとうございます。で次に、具体例ですかね、ちょっといろいろ出していただいたんですけども。そうですね、これうちのエコシステムでちょっと古いんですけど、はい、今50プロジェクトくらいと一緒にお仕事というか、あの Web3 を作る活動をさせていただいていて、うん、あの投資家でいうとバイナンスさんとか、あの OKEX とか、はい、あのホービーとかフェムシとかハッシュキーとか、はい、あとグミさんとかに今バックアップされてますね。ありがとうございます。はい、コインベースさんもいいですか。はい、あのちょっとそこは今コメントがしにくいところですけど、あの、まあ、視聴者の方のために言うとコインベースベンチャーズだったりとかで、こういう、まあ、プロトコルのサポートを、まあ、それがそのセントラライズであろうがディセントラライズであろうが、させていただいているので、まあね、あの今後のニュースに期待ということで、何も言えません。はい、次に行きます。あ、で面白い、これさっきちょっと DAO っていう話がちらっと出たんですけど、まあ、おそらくこのクリプトというか、まあ、暗号資産仮想通貨領域にいる人たちは、2020年の DeFi サマーがあり、今年は NFT サマーがあり、じゃあ次にの NEXT BIG THING 何みたいなって話をするとよく DAO っていう話をこう、するんですけど、ここで、多分まあ渡辺さんにちょっとお話ししていただきたいのが、まあ、DAO ってそもそも何っていうところと、なんでこの DeFi から DAO に移っていくこのトレンドは何なのかっていうところをちょっと、深掘りしてから説明していただきたいんですけど、はい、もともと DeFi っていうものがあって分散金融なんですけれども、あのコンパウンドとかユニスワップとかスシスワップとか、あのカーブとかメーカー DAO とか結構あの有名どころは知ってる方も多いんじゃないかなと思っていて、でその後 NFT が、まあ、今ですけれどもかなり盛り上がっていると。で、DeFi から NFT と来て、じゃあ次にでっかくなるもの何かなって考えた時に、多分まあ DAO になるんじゃないかな、思ってまして、DAO っていうのが、ディセントライズオートノモスオーガニゼーションっていうもので、自立分散組織って言われるものですね。中央集権的な管理者なしで、そのエコシステムの人たちが、自律的な経済的インセンティブに従ってプロダクトを一緒に開発していったりとかコミュニティとして成長していくような組織形態のことを指しますね。で、こう DeFi のプロジェクトとか、まあ、NFT のプロジェクトとか
が独自のトークンを発行してるんですけれども、その独自のトークンをインセンティブコーディネーションとして使うことによって、参加している人たちがそのプロジェクトに対してコミットメントをしていくような形で、例えばアスターで言うと今テレグラムとかディスコードとか全部合わせて、もちろん重複あると思うんですけど、だいたい5万人とか6万人とかいて、でアクティブでこう参加してくれる人たちがものすごくいるんですね。オープンソースなの でその人たちに対して、まあ、将来的には 分散的にアスタートークンを配布するとかいったことを今やっていて、アスターはやってないんですけど、もう一個の自然ネットワークって方でやっていて、先月とかだとなんかマレーシアに住んでいるすごいめちゃくちゃコントリビューションしてくれる人が、だいたい日本円にして70万円とかを稼ぐみたいなことができてきていて、例えばそうですね、この今までオープンソースとかグローバルでのプロジェクトをみんなでこう作り上げていくっていうのはどちらもなかったと思うんですね。そこにインセンティブ設計がしっかり働いて、参加している人たちがそれが仕事になるみたいなのはなかったと思うんですね、うんうん、ただ今後そのプレイトゥーアーンとかなんとかトゥーアーンとかダオトゥーアーンとか、なんかダオに参加するとその報酬もらえるとかが今後増えてくることによって、まあ、途上国とかミレニアム世代とか Z 世代の人たちって、まあ、今までこの社会でアンダーエバリューとされている人たちというか、例えば会社で働くとかって面接とかインタビューとか必要じゃないですか。DAO に参加するって Wi-Fi さえあればいいのでそういうところに参加をして自分の、まあ、パフォーマンスと自分のかけた時間に対してしっかり報酬が得られる、それもグローバル規模で得られる。インドネシアに住んでてもアメリカに住んでても日本に住んでてもみんな同じ平等フェアで、報酬が得られる、自動的に自律分散的に得られるのが DAO みたいな形式ですね。ここが多分次来るなというふうに思ってます。面白い、いや非常に面白いですね。ちょっとこの次のスライドに株式会社のその先を作るって書いてますけど、はい、で我々がやりたいチャレンジとしては、はい、株式会社のその先を作るってことをやりたいなというふうに思ってます、うん、で株式会社って一番最初1637年の東インド会社なんですけれども、はい、あ、すみません、もうちょっと前ですね、1500年代かな、うん、で今までの株式会社ってこう仕組みが生まれてから一番でっかい会社ってオランダ東インド会社なんですね、うん、で Google とか Apple とか今マイクロソフトとかこうでかい一番でかい企業ですらもこの円の図で言うとまだまだだと大きいけどもまだまだなんですね。で、まあ、その大元が一番強いんで株式会社っていうものを始めた人たちがやっぱ一番強いんですね、この図から分かることは。 株主ってことですかね、はい、株主ってことですかね、株主が強いっていうことですかね、じゃなくて株式会企業が人たちが一番バリューをクリエイトしているとか、はいはいはい、例えば東インド会社が一番バリュークリエイトしているんです、はいはいはい、株式会社っていうスキームでは、はい、でまだそこを歴史的に我々も400年生きてるけど抜けてないわけですね、うん、でなのでその株式会社じゃなくて DAO っていう新しい組織形態を我々は作りたいというふうに思っていて、で株式会社と DAO の違い何かっていうと、これ左側なんですけど、株式会社ってまあ一般的に言って株主利益の最大化っていうものが、まあ、アメリカとかです、まあ、今このムーブメントってすごい変わりつつありますけど、はいはい、一般的に言って株主利益の最大化を追求すると思うんですね。で、マーケットの独占が価値を生みますと、021とかピーター・ティールが書いてる021じゃないですけどマーケットで独占することによって企業価値が上がります、売上が上がります、世界観だと思うんですね。そうですね。で、まあ、そういう世界観なのでもちろん集権するし、株主総会とかC なんとか O とかがこう決めるじゃないですか、はい、でパーミッションとなんですね、例えば企業で働くときに履歴書があって面接があって合格しないと働けないじゃないですか、はい、まあ、パーミッションとなんですね。でかつ競争だと、いろんなこう会社がいてあそこに負けられないかなみたいな感じで競争をしていくと。で DAO の場合株主いないのでトークン価値の最大化をそのトークンホルダー全員が共通のゴールとして、活動をしています。でマーケットの独占が価値を生むんじゃなくて、ネットワークがどれだけ分散化されててどれだけユーティリティがあるかでそのプロジェクトのバリューが出てくると。
で、集権じゃなくて文献ですし、Wi-Fi さえあれば誰でも参加できるんでパーミッションレスですし、ステークホルダーめちゃくちゃいると思うんですね。みんな匿名とかでやってる人もいるんで、まあディスコードとか入ってみると、なんかペンギンとか犬とか野菜とかいっぱいいますね。ゴリラとかね。はい、ゴリラとか。そういう人たちと一緒に競争していく、まあバリをクリエイトしていく方の競争ですけども、やっていくっていうのが、まあ、DAO ですね。で、我々としては、今株式会社っていう形態なんですけども、IPO とか M&A は狙ってなくて、会社を生産することが今ゴールなんですね。ちょっと次のページ行っていただいていいですか。はい、で、一般的にこの会社、スタートアップっていうと、こう IPO とか M&A っていうのが、まあ、スタートアップやったらみんなのゴールじゃないですか。で、ただ、ブロックチェーンやってて、本当に原点回帰すると、ビットコインって既存金融市場の外側で生まれてるんですね。そうですね。で、まあ、アンテーゼとして生まれてるじゃないですか。はい、そもそもそのホワイトペーパーとかジェネシスブロックの中身とか。そうですね。で、IP、なんで、ブロックチェーンを本気でやりたい会社が IPO とかを狙っていくのかみたいなところですごい、いろいろ多分意見あると思いますけど、はい、僕としてはすごい違和感があったので、はい、じゃあどこを目指すか。そうするとやっぱビットコインが示した管理者がいないけど回り続ける組織形態、まあ、DAO じゃないかなというふうに思っていて。なるほど。今、ステークテクノロジーズって会社の社長なんですけれども、アスターネットワークは社長いないんですね。で、このプロダクト自体は、ステークテクノロジーズは将来的に、わかんないですけど、2000何年とかに潰すので、会社は生産するので、会社がなくなっても動き続けるようなプロダクトを作りたいっていうのはあります。まあ、実際、面白くて。そうですね。なんかメーカーもそうなりましたし、はい、今いろいろな、まあ、プロトコルが一番まあ最初はやっぱりこうチームを集めるだったりとかっていう面で株式会社作ってっていうところはありますけども、最終的にまあコミュニティにバトンタッチしていくっていうところは一つの流れがありますよね。うん、そうですね。で、 Facebook とかって Facebook ないと動かないし、こう今Google Meetで僕たち話してるんですけど、 Google がいなかったらこのサービス落ちるじゃないですか。そうですね。繋がんないじゃないですか。はい、ただブロックチェーンとかパブリックブロックチェーンとかってステークテクノロジーズって会社がなくなっても動き続けるんですね。で、自分たちがいなくなっても、いなくなるっていうのはコントリビューションをやめるっていう意味ではなくて、株式会社っていう形態をなくしても回り続けるようなエコシステムとか経済圏が作れたら、それってすごいイノベーションだよねっていうふうに思っていて、で、それがまあ新しいルールになる可能性とかも全然あると思うんですね。なんかスタートアップがデイワンからなんか DAO を目指しますみたいな、はいはいはい、IPO とか M&A じゃなくて DAO を目指しますっていう世界線もあっていいと思いますし、で、そういったものをやりたい。なるほど。で、こう日本に株式会社っていう仕組みを持ち込んだのって慶応なんですけど、福沢諭吉先生とか渋沢栄一とかだと思うんですね。で、彼らって海外行ってるんですよ、はい、海外で学んで日本に輸入してるんですね。で、僕も同じことをやりたいなと思ってて、まず海外で勝つと、で、そして海外で買ったものを日本に戻すと、で、日本でしっかり成功事例を作るっていうことをやりたいなと思います。いやー面白い、いや面白い。いや、なんかまあ、実際にコインベースが IP をしちゃってるんで、今の話すごい耳に痛かったんですけど、ただただまあいろんな形ももちろんありますし、そのどうやってこのディセントラライズウェブというか、まあ、ウェブ3に、これからまあ企業が向き合う、まあ、その新しい企業とかはおそらく比較的にもうやりやすいと思っていて、むしろまあ、DAO の方が本当にデイワンからそのインターナショナルなこうタレントをすごい集めやすくなりますし、インセンティブ設計もすごいやりやすいですし、まあ、逆にその大きい企業がこれから、まあ、例えば IP をした企業もそうですし、まあ、何百人何千人と社員を抱えている人たちがどうやってこう Web3 をエンブレイスしていくかっていうところは、まあ、これからすごい見ものかなと思ってます。はい、で、多分まあ今お話ししたところと結構関わりある部分で、まあ、日本海外で成功して日本に持ってくるみたいなっていうところで、じゃあこれから日本がどうやって Web3 を、普及させていくのかみたいなっていうところをちょっとお話ししたいと思います。はい、次のスライドですね。はい、まずあれなんですけど、DAO の方が株式会社より優れてるとか株式会社が DAO より優れてるとかが言いたいわけではなくて、組織形態ごとに、目指すべきゴールっていうものはもちろん異なると思いますし、将来的にも多分なんか存続
共存するだろうなというふうに思ってますっていうのは前提で、我々としてはその DAO の方を追求していきたいなというふうに思ってます。面白い。で、今こっちでおっしゃっていただいた日本での Web3 の普及の起業家サイドなので、はい、起業家サイドとして あの難しいところは3つあって、1つ目が税制で、2つ目が税制で、3つ目も税制です。あの税制が非常に辛いです。なるほど。いやもう誰に聞いてもこれそうですね。はい、今の税制が、プロジェクトとか起業家サイドにものすごく寄り添ったものじゃないんで、例えばこうトークンがローンチした時に、そのトークンを会社で保有している時に期末で課税が入る、はい、で例えば今シデンっていうのもローンチしていて、ちなみに我々今シンガポールベースなんですけれども、はい、シデンってものをローンチしてても、だいたいマーケットキャップが300億くらいあるんですね。でいきなり全部のトークン配るってありえないじゃないですか、はい、分散は大事なんですけど、分散に行くためには中央集権的にある程度進めて最終的に分散になる必要があるので、 Day1 から完全分散ってないと思うんですよ、はい、まあ、ビットコインとかが最たるあるんですけど、今こうやってバリュークリエーションして今からやるのは辛いと思うんですね。でそうした点で会社がある程度トークンをコントロールしながら最終的にはゼロにしていくのが理想だと、はい、でこれ完全に例なんで試練の場合じゃないですけど、300億円のマーケットキャップがあって、分かりやすいんで 50% 管理してたら150億円会社で150億円分のトークンを管理してるじゃないですか、はい、でこれもちろんゼロから150億円になってるんで、期末稼ぐとこの150億かける大体 30% が税金なんですね、はい、まあつまり、45億円分の税金を日本政府に納めなくちゃいけないと。いやー、待って、大企業でも使ってないみたいな感じなので、ここ改善しない限り、日本から世界的なプロジェクトが生まれることは不可能に近いというふうに思いますし、海外プロジェクトが日本でやるインセンティブもないというふうに思ってます。で、アドバンテージ自体もあまりない、今あんまりないっていうのが現状なんですけど、クリプトのパイオニアみんな日本好きっていうご飯とか東京とかアニメとかみんな好きっていうのは結構強みですね。やっぱり業界3、4年前までかなりリードしてたんですけど、今こうやっぱニューヨークのカンファレンスとか行って日本の話題とかをしている人はほぼゼロですし、やっぱりかなりプレゼンスを失ったので、ここからグローバルで活躍する日本のプロジェクトっていうのを我々自体がそうなるべきですし、もっともっと生み出していかないといけないなっていうのは強く焦りを感じます。了解です。ちょっとこの、はい、話は非常にディープな話なので、もうこれだけでずっと話してもいいと思うんですけど、非常にすごい重要な部分だと思いますし、日本もまたそのリード、国としてリードするためにはこういう見直しだったりとかっていうところはいろいろ提案していきたいですね。次に、移行すると、まあ、結局、このまあ Web3 のトレンドもそうですし、アスタンプロジェクトもそうですし、まあそもそもの定義もそうですし、じゃあこれ実際こう Web3 を使い始めたいっていうところを簡単にお話しできればなと思っています。で、はい、ここちょっとまあ準備していただいたんですけど、ちょっとここをご説明いただけますかね。はい、この DAO とか Web3 とかに興味を持つものに対して、Web3 って別にそのブロックチェーンがマストってわけじゃないと思うんですね、うん、ただブロックチェーンを使ってできる世界線の一つにあると思いますと。で実際にそのやっぱりイーサリアムとかビットコインとか持ってないと始まらないと思っていて、持っていることによってじゃあそれで何ができるのかとか興味を持ったりすると思うんですね。でやっぱり持つことから始めてみようと。なるほど。もっと宣伝するとコインベースさんで持つこといやめっちゃところがまあ一番大事なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。まあここは本当は、はい、どこでもいいです。はいで、やっぱり世界旅するって結構重要だなと思っていて、うん、日本がものすごく特殊な国なんですよね、その世の中で見ると。まあいろいろ特殊っていろんな面があるんですけど、例えば単一民、まあ一般的に言って似た民族ですし、人口多いですし、一応世界今3位の経済大国ですし、
まあ、経済20年30年成長してないですしみたいな、いろいろ異常な面白い国だと思うんですけど、でやっぱり世界出てみると、例えばなんか今日の食に困ってる人とか、あのコロナですごい食を失った人とか、うん、あのアメリカとか来ると本当にいろんな人種の人たちが一緒にいたりとか、するので、なんかそういういろんな世界観を見ていくことによって、じゃここではこのブロックチェーンでこういう使われ方していて、ここではこういう使われ方していて、ここだとなんかこういう人たちがいてみたいなのを知ることっていうのはすごい、なんでしょう、今後 Web3 とかを予測する上で重要なんじゃないかなというふうに思ってます。なるほど。で、暗号資産をまず持ってみて、まあ、旅をしながらこういろいろ勉強をして、DAO とかそういういろいろプロジェクトごとにコミュニティがあるので、そういったところに実際に入ってみてどういう議論がされているのかみたいなのを見るのがすごい重要だと思います。で、やっぱりどうしてもその価格とかって分かりやすいんで、みんなその何円になったとか、うん、何円下がったとか何円上がった、こんだけ盛り上がった、儲かったとか、あのいうのが目を引く部分であるんですけど、別に本質そこじゃないんで、うん、その技術を通して暗号資産とクリプトを通して、まあ、どういう世界観ができていくのかみたいなところを肌で感じるのが重要なんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。いや、なんかすごいあのよくオンラインに限られちゃう話をあのするんですけども、世界を旅するっていうところはめちゃくちゃなんか日本ならではじゃならではですよね。なんかあの、ね、世界を見てみようっていうところは非常に面白いアドバイスかなと。はい、僕も今、はいはい、ノマドなんですよ。あ、そうなんですか。家シンガポールなんですけど、はいはい、まあ、コロナの関係もあって5ヶ月くらい帰れてなくて、あら、この前まで今アメリカなんですけど、この前日本にいて、その前ドバイにいて、その前ジョージアにいてみたいな、おみたいな感じで、いろいろその前シンガポールなんですけど点々としてますね。まさにクリプト、なんかこの国のクリプト事情が面白いとかあります？なんか、まあ、もちろん今シンガポールとかに、はい、すごく面白いですよ、うんうんうん、あのシンガポールにアジアだとクリプトのハブなの で、 そうですよね、あのシンガポール政府がもうコロナの証明書とかにブロックチェーン裏側で使ってるんですよね。で、利用規約読んでてイーサリアムとかインフラみたいなの出てくるんですよ。すごいな。インフラでサービスがあるんですけど、はい、あの でもみんなはそれイーサリアム使ってると分かってないんですよ。分かってないというか、はいはいはい、意識させてないんですよ。面白いですね。まあ、意識する必要ないんで。うん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 。でも本当にそう浸透しているのとかを感じると面白いですね。そうですね。いや、なんか本当になんかブロックチェーンとかもそうですし、Web3 もあくまでただの技術であって、それがまあ人の世の中、まあ、世の中だったりとか人の生活をこう良くしていくっていうところを見ると、まあ、一般ユーザーとかエンドユーザーは別に知る必要もないですもんね。そのインフラだったりもそうですし、はい、インフラが乗ってるじゃあ AWS とかも別に知る必要もなく、もう実際にそのサービスを享受できればいいわけなので、あの、まあ、今その NFT だったりとかプレイトゥーアーンとか見ていると、その中あんまブロックチェーンとかを知らない人たちもあのこの業界にどん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 入ってきてエンドユーザーが増えてるのを見ると、まあ、なんか最初のやっぱりこう多分1億人くらいはもしかするとそのブロックチェーンだったりとか裏側を知ってる人たちっていうのがいるかもしれない。これからのそのなんか10億人っていうところはなんかもう知る必要なく新しい技術を楽しめるっていうフェーズになってきてるのかなと思って、めちゃくちゃ面白いなと思ってます。はい、でアスターさんの場合ですね、ちょっとはい、お話をしていただきます。アスターの場合だとちょっとここめっちゃコアな話になっちゃうんで、ちょっと軽くささっといきたいんですけど、あのポルカドットっていうのに接続するときにオークションがあって、コミュニティからこうドットをロックしてもらって、そのロックの数が多ければ多い順にこのポルカドットにこう接続していくのが今月から始まるんですね。はい、で我々の場合はこのポルカドットのドットトークンっていうのを、我々のためにロックをしてもらうことによってアスタートークンを配布するみたいなことがあって、まあ、ちなみにあのもうちょっと詳細言うとチーム我々はそれに対して1円もあの受け取らないですし、あの我々が作ったものじゃなくて、まあ、スマートコントラクトみたいなところに人々はロックをするみたいな形ですね。でなのでそのスマートコントラクトって秘密鍵ないんで我々が管理しているものではないということですね。でこれが11月11日くらいから始まって、アスターへの参加方法だとドットを購入してドットを我々のためにステーキングをするということになりますね。これ、はい、ユーザーから言うとなんで
あ、多分次のページに行けばいいのかな。なんでこの参加するのかっていうところをちょっと説明していただければと思うんですけど、それで言うとこのオークションに参加をすることによってまずアスターへの応援っていうことになります、うん、でいっぱいこうプロジェクトがあってこのドットトークンを集めた順にポルカドットに接続できるので我々としては、まあ、早くできるだけ早くつながりたいというのがあります、うん、で、ドットをこのロックした量に応じてアスタートークンが配布をされると、うん、で実際にポルカまだメインネットローンチしてないんですけど、はい、多分来年の1月くらいにローンチをするのでその時にアスタートークンを受け取ることができる、うん、でこれドットもあの2年後とかに返ってくるんでドットの預け入れも別にしていない、預け入れとはステーキングですね。なるほど、はい、ここら辺ちょっと書き方良くなくて貸し出すって書いてあるんですけど我々に貸し出すっていうよりかはユーザーがユーザーの意思でユーあのステーキングをするような形です、ね、で我々は借りてないですそうですね、ちょっとなんかこの辺結構法律的に重要なんで、ああ、ステーキングを、はい、まあ、つまりアスタープロトコル開発者たちに、ドットをレンディングしてるわけではなくて、はい、自分のドットをステーキングさせておいて、それが、はい、まあ、一つ の, そのアスターの応援っていう形になるっていうことですね。そうですね、これは、まあ、さっきの多分そのポルカドットにいろいろこうつながっているっていうそのチェーンのところから来てると思うんですけども、なんか倍率だったりとかこう今のところのこう競争率みたいなっていうのはどういう状況なんですかね。そうですね、結構もう30とかそれくらいのプロジェクトが作ってるんでかなり盛り上がってきてるんですけど、我々としては今多分トップ3とかトップ5にはいるので、うん、なるべく早くあのつながりたいなっていうふうに思ってます。わかりました。でここが、まあ、一番手っ取り早いのはアスターのウェブサイトに行って、ね、ドットをステークするっていう形ですよね。そうですね、おっしゃる通りです、まあ、多分あの、まあ、一番これ、まあまあ、多分ステーキングとか、まあ、イーサリアムとかの 2.0 とかをやってない方は結構あの、ね、これ何みたいなっていうところだと思うので、はい、いろいろちょっとここは本当にあの自分のこうリサーチをして、見ながら進めてみてください。こちら QR コードも、ね、はい、参照してください。そうですね、いろいろこう資料公開されてるんでそこをリサーチしていただいてという形になると思います。はい、それでは、こちらで以上となります。でなるんですけれども、渡辺さんごめんなさい、ちょっとまだ時間大丈夫ですかね。もうすでに押してる。あ、僕は今日大丈夫です。あ、ありがとうございます。今日は大丈夫です。まあやっぱりあのめちゃくちゃ注目度が高いのか、質問をたくさんいただいておりまして、そのあたりをちょっと、お話ししてみたいんですけどもよろしいでしょうか。はい、あ、もちろんですよ。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、今、プレゼン切ったので、はい、これまあ大丈夫ですね。まずじゃあ、1問目から、Web3 の時代が訪れる中でポルカドットのエコシステムはどのくらいまでどのように成長していくのか、 IKNMTB さんからいただきました。ポルカドットのエコシステムのについてですね、渡辺さんのご意見をくださいという形です。はい、ポルカドットを我々が入った時にはあの2017年とかだったんでまだ価格でいうと1ドルとかの時に入ってて今53とかなんですけどあのやっぱエコシステムがかなり大きくなってきたなっていうのはものすごく感じますね。まあ、特にアジアとか、まあ、あとヨーロッパ系で非常に大きなプレゼンスを持っていて、でブロックチェーンは将来的につながるの でそのつながるプロジェクトの中で、まあ、何個かこう候補あるじゃないですか、はい、その中で、まあ、有望なものの一つには、まあ、確実に数えられるかなというふうに思ってます。なのですごいオプティミスティックです。お、ありがとうございます。はい、次が、JPYC は流動性提供で日本初コラボして、まあ、日本初同士のプロジェクトということですかね、でコラボしていますが、はい、今後コインベースジャパンとアスター主電はコラボすることはあるのでしょうか。佐藤ワンさん、アット仮想通貨さんです。はい、まあこれはちょっとこの場では答えられないことがたくさん多いので、まあただあの
なんか個人的にはなんですけど、CX、SEX っていうか、なんていうんですか、この中央集権的な取引所っていうの、まあ、プロジェクトと、まあ、これコインベースはそう で、まあ、先ほど渡辺さんおっしゃってましたけど、なんかどっちが正しいとかっていうことは別になくて、いろいろなこうあり方があると思うんですけど、その、中央集権的なプロジェクト、まあ、コインベースもそうですし、いろいろあると思うんですけど、他にと、まあ、DAO だったりとかディセントライズされたプロジェクトっていうところがコラボっていうとか、多分これからどん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 増えてくるかなと思っていて、そのあたり渡辺さんなんかご意見とかあります？はい、ありますね。やっぱりそのまこの DAO とかクリプトとかブロックチェーンがよりマスアダプションするためには規制がどうあるべきかとか、規制がより整備されたりとか、それが事業者にとってしっかりやりやすいもの、事業者サイドからするとすごい一番怖いのってグレーなんですよね、うん、やっていいのかやってられるのかはダメ、分かんないと、うん、で後から操作されるみたいなのが一番怖いので、そこら辺がやっぱクリアに整備されていて、よりフェアに整備されていて、ダメなものはしっかりダメだとやっていかないといけないと思うんですね。その規制とかはやっぱり整備するときに、やっぱり IPO されている会社とか、社会でよりインパクトのある会社とか、すでにユーザーが KYC 済みのユーザーがこんだけいますみたいな、コインベースさんみたいな会社がやっぱり意見をこう発信していくこと、このトラディショナルな部分とこのイノベーティブすぎてよくみんなわからないみたいな部分の橋渡しをしてくれるような役割が今後コインベースさんみたいな会社がやっぱりあるんじゃないかなというふうに思ってます。頑張ります。いや今この高校同期さんから私は Web3 が到来したとしても集権的な組織と分散組織は共存すると考えているのですが、どのように考えてますかっていう質問が来てる、まあ、まさに多分今お答えいただいた、はい、まあ、多分それぞれそれ、はい、の役割があると思うんでね、何がいい何が悪いっていう話はないですけど、まあ、本当におっしゃった通り、その役割をきちんと達成して、エンドユーザーに、まあ、バリューを届けるっていうところが多分一番重要かなと思うので、そのような形 で、ね、はい、一番ですよ。次が、まあ、これちょっ と、まあ、どう批判にどう思われているかっていう話なんですけど、まあ、有力 VC が Web3 というバズワードをナラティブとして語って、まあ、そのトークンを個人投資家に売りつけて詐欺的な、まあ、ICO のように、見られるケースがありますけど、そういうその批判はどう思われますかっていう質問です。 A さんからですね。まあそうですね、まずこのクリプトの領域でまだまだこう整備がされてないがゆえに、まあ、詐欺的なプロジェクトが多かったりとか、まあ一種匿名でやってて、お金だけ集めて逃げてしまったりとか、まあ、そういうマネーゲームな部分は正直なところ、まあ、正直というか普通にあると思います。で、ただまあ確かにその企業なんでしょう、 VC とプロジェクトっていう単位で言うとやっぱりその VC はまだ有利だと思います、クリプトでも。ただトラディショナルな会社とかその 株式会社っていう点で見るともっと VC 有利ですよねっていうはありますね。例えばその株式売れるのって機関投資家とかで、例えば僕がすごいコインベースジャパンさんの株を買わせてくれって言っても買えないじゃないですか。そうですね。でもそれをより初期の段階からトークンホルダーになって応援して一緒にこうバリュークリエーションしていくみたいなのは株式会社よりかはマシなんじゃないかなっていう思います。なるほど。でやっぱりまあ、詐欺的なプロジェクトとか詐欺的なマーケティングっていうのは多い部分は実際あるので、まあ、しっかりリサーチをすることで、しっかりその、まあ、価格の上下と乱高下とかじゃなくてグループに入ってみていろんな技術的な会話とか、まあ、目指してるもの、まあ、特にファウンダー陣ですねが目指してるものについてしっかり理解することが重要じゃないかなというふうに思います。で、 Web3 っていう単語をそのバズワードとして作り出しているみたいなのはまあ、当てはまる部分もありますけど、まあ、社会ってでもそう動いてますよねっていうのはあって、例えばまあ DX とかその顕著ですよね。デジタルトランスフォーメーション。僕らが作り出して、一番儲かってるのコンサルですよねっていう。
と別になんかどこでもある話だと思ってて、その Web3 だから批判される話ではないと思います。ありがとうございます。いやすごい率直な意見でありがとうございます。すいません、率直な意見しか言えないんで。いやいやいや、なんか僕がなかなかこういう言いにくいことがな、ね、あったりとかもするんですけど、次ですね、シデンダップスの、ステーキングのことを最近知り、その中の、DAO ローンチという、プロジェクトにも興味を持ちました。SDN トークンですかね、を全く触ったことがない初心者が参加する際に注意点などありますか。でこちら他の方からも DAO ローンチについて、何個かコメントが入っておりまして、ノマドミンさん、レフティーバースさんから、同様な質問をいただいております。どうやって、はい、はい、この多分プロトコルについて教えてっていうことですね。はい、はい、シデンをダップスにステーキングをすることができて、そのステーキング報酬を分散的に受け取れるみたいな仕組みは結構ブロックチェーンの世界でもそのいろんな人に話してて、まあ、かなり新しいしイノベーティブだねっていうのはすごい言われていて、だからこそやっぱり重要リサーチをしっかりすることが、まあ、重要なんじゃないかなというふうに思ってますし、日本語のコンテンツ自体が今ほとんどないんですけれども、そこをしっかり作っているところなので、そういったコンテンツを、まあ、オフィシャルで出されたものっていうものを参考にしてやっていただければいいかなというふうに思います。なるほど。いやこれ本当にダオロンチさんの場合は、はい、その資源をステークすると NFT もらえたりとか、そうプロジェクトがこのステーキングインするインセンティブをイノベーティブな形で設けていただいているのをこう見るとすごい、ああすごいなと。いやなんか思いつかなかったような使い方をしてくれるのはやっぱ嬉しいですよね。そうっすよね。はい、まあ、それが本当にこうインセンティブデザインの醍醐味というか、面白いところだと思うんですけど、はい、なんか今おっしゃってたことでやっぱりこう思ったのが、他のアスターさんだけじゃなくて、アスターシデンさんだけじゃなくて、そのどの DAO だったりとかこう DeFi プロジェクトとかを見てもやっぱこう日本語のリソースってかなり限られているなと思ってんですね。はい、そういう時ってどういう形で情報を得ればいいですかっていうのは、多分まあこの、チャンネルを見ている視聴者の方がすごい気になるところだと思うんですけど、もう単純にもう Google トランスレートとかしていくしかないんですかね。ツイッターですね。おお、なるほど、面白い。僕はかなりツイッターを見てるんですけど、ほう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 、やっぱり英語のその例えばコインベースのファウンダーとか初期メンバーとか、コインベースの出資先のファウンダーとか、やっぱりこれはコインベースさんと話してるからじゃなくて、やっぱりそういう人たちが今トップになってやってるので、そういう人たちがどういうことを考えて何を発言しているのかとかを見ることが結構重要なんじゃないかなというふうに思います。コインベースマフィアは結構いますもんね。はい、カンファレンスに参加するのが非常に重要ですね。お、ほうほうほう、それは面白いですね。今ニューヨークにカンファレンスできてるんですけど、はい、僕カンファレンスのチケット1枚も持ってないんですよ。んで、はい、カンファレンスに参加してる人たちとカンファレンス外で話すんです。例えば僕はファウンダー起業家なので、まあ、それこそいっぱい多分比較的多分投資家とかいろんな違うチームのファウンダーとか知ってるんですけど、はい、例えば DAO に参加してそこで出会った人とか、そこに行く一緒のカンファレンスに行く人とかとやっぱ話して会ったりするっていうのは重要だと思いますね。あ、そこでやっぱり情報交換とかが起こるので。面白い、なるほど。はい、で僕の場合とかはこれはあくまでその起業家としての方ですけども、やっぱいろんな人たちが集まるんですよ。投資家とか他のプロジェクトとか で、ね、その NFT のカンファレンスで集まる。でそこに来た人たちとカンファレンスの近くのカフェでミーティングを設置して一日中会ってますね。ああ、いや賢いっすね。なんかいやすごい、はい、カンファレンスハックですね。でも結構トッププロジェクトの人たちはみんななんかすごい同じようなことやってて、はいはいはい、自分のセッションだけ登壇しに行って、その他の時間は自分のホテルに、うん、人を呼んでこうずっとミーティングしてるみたいな。なるほどなるほど、感じですね。いやはいはいはい、まあ、ぜひじゃあカンファレンスに行くっていうのはすごい重要だと思います。なるほど。結構なんかカンファレンスもこのねデジタル時代で行く意味ねえじゃんっていう話をよくされてましたけど、まあ、そのカンファレンスに行って、その
周りの参加者と、ネットワークを作るっていうのと、はい、まあ、ツイッターとかで、はい、いち早く情報を得るっていうところは非常に、はい、いいアドバイスかなと思います。ありがとうございます。次にですね、質問としては、こちらですね、面白い質問なんですけど、資金調達を行う上で IPO、MA がないと、となると株主へ説明どうすればいいんですかっていう佐々木さんからの質問。これまあ非常に面白い質問で、僕もちょっとさっきちらっと思ってたんですけど、まあ、今、渡辺さんの会社は会社であって、でその時、まあ、つまりエグジットがないわけですよね。IPO もそうですし、はい、MA もないと。で、まあ、そこを、シャットダウンするのを大前提に、プロトコルを作っていくっていうのが、はい、結構こう、まあ、DAO の、本流ではあるのかなと思うんですけど、はい、その作るその会社の、株主への、説明、だったりか、まあ、責任をどうするのかっていう質問かなと思います。それは結構重要なご指摘だと思ってて、その DAO を目指すのか株式会社の IPO を目指すのかって結構真逆って言ってほど違うんですよね、うんうんうん、でなのでそこの株主への説明責任みたいなものは必ず生じてくる部分じゃないかなというふうに思っていますと。なるほど。でその上でいろいろやり方があって、まあ例えば最終的に残余財産の清算を株式の保有率によって行うので、その残余財産の時に持っている自分のその会社の額をものすごく頑張って高くするっていうのが一個とか、あとその最近そのアンドリーセン・ホロウィッツとかクリプトスクールとかで話されてる内容とかだと、エクイティで調達した比率に応じてトークンを配布するみたいな、そのトークンを実際にローンチするとき、エクイティでのリターンは、まあ、ほぼゼロになるんですけど、このトークンでのリターンがかなり高くのものが用意できるのであれば、そういうのもありかなというふうに思います。なるほど。いや勉強になります。あと今まあちょっとお話にあった A16Z の、クリプトスクールはもうオンラインで、誰でも見れるようになっているので、ぜひいろいろね、今さっきあったようなその批判だったりとかもありますけれども、クリプトだったりこう Web3 学びたいっていう方はぜひ見てみてください。ちょっとごめんなさい、時間押しすぎてるのでこれ最後にさせてください。最後、まあ、面白い質問というか、まあ、学生の方ですね、来年就活です。最近この業界のことを知り、知識はほぼ初心者ですが、すごく興味がありこの業界に飛び込みたいと考えております。もし今同じ状況下で、まあ、渡辺さんが今そのまあ来年就活で、同じ状況下にいるとしたらどういう道を進みますか。難しい質問ですね。僕は就職をしたことがないんで、就職のアドバイスっていうのは非常に苦手なんですけれども、ブロックチェーンとかクリプトっていう領域がすごいチャンスだというふうには思います。特に若い世代の人たちですね。でやっぱりまだビットコインが生まれて多分13年目とかだと思うんですけど、 その13年前からブロックチェーンやってる人っていないんですね。そう、もちろん関連領域の暗号学とか経済学とか、まあ、政治学とかいろいろやってる人たちは世の中にたくさんいるんですけど、例えば AI とかだったら、なんか我々が生まれる前からそう基礎研究とかもっとあるわけじゃないですか。人工知能、今第3の波とかってするんですけど、でブロックチェーンが比較的新しいんで、若い人たちにとっては非常に入りやすい領域であるなというふうにはものすごく感じますね。でグローバルで見ててもすごい若い人たちが活躍しているフィールドであることは間違いないと。例えばビタリック・ブテリンとかって27歳ですし、なんか25から30くらいがかなりファウンダー陣って多いかなっていう印象を受けますね。なので、まあ、チャンスが多い領域ではあると思いますし、まあ、さっきDAO と株式会社の話もしたと思うんですけど、かなり違うんですよ。はい、目的地も全然違いますし、会社的なストラクチャーも全然違いますし、資本政策みたいなのも全然違うんですね。一応2個ともやったことあるんですけど、でそうするとみんな分かんないからチャンスなんですよ。ベストプラクティスがないし、このエクイティとか資本政策の世界で戦おうとしたら僕より詳しい人って本当に5万っていると思うんですね、日本に。
でもこの DAO っていう領域に関してはまだ事例がないだけに本当に多分可能性しかない、あの株式会社の世界も可能性しかないと思うんですけど、 DAO の世界も可能性しかないというようなのが現在だと思うんで、すごいチャンスだと思います、ね、なるほど。この方にはじゃあチャンスしかないっていうことが問題なんかそのね、あの株式会社に入ろうが、そのなんだ、DAO に入ろうが、まあ、それは株式会社じゃない、例えば逆に、まあ、保険制度だったりとか年金制度だったりとかっていうところが欠けてたりとかもしますし、逆に、まあ、DAO だったらその、パーミッションじゃないので、本当に Day 1からいきなりコントリビューションするっていうこともできる、まあ、いろいろ多分そのプロコンがあると思うので、そこはあの個人に、合った形で見ていただければと思います。はい、すみません、ちょっと長々とお話ししてしまいましたけども、いろいろご質問だったりとか今回あの注目をされていた、イベントだったので、最初ちょっと5分間10分間くらいちょっとバタついてしまいましたけど申し訳ございません。どうぞ、いえいえ、あの引き続きどうぞよろしくお願いします。それではこちらでイベントを一旦切らせていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。